続きまして株式会社川崎フロンターレ常務取締役強化本部長福谷光代より今期の補強と株組織育成について皆様にご説明を申し上げます。福谷常務よろしくお願いいたします。ただいまご紹介いただきました福谷でございます。1年間大変素晴らしいご声援からご支援をいただきまして本当に感謝を申し上げたいと思います。本当にこの1年間昨年2009年、我々は優勝を目指して、戦ってまいりましたが選手監督本当に非常によくやってくれたと思っております。4つの大会を本当にいい結果でただ一つタイトルというところまで残念ながら届かなかったいう1年、皆様のご支援ご声援本当に感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございました。着席でお話しさせていただきます。昨年逃したタイトルについては今年、2010年度、何としてでもこの目標を確実に手に入れる年と、いう強い気持ちで今年1年間、戦ってまいりたいというふうに思っております。まあ、この、重要なシーズンの新体制発表で、次の3つの点をお話しさせていただきたいと思います。先ほど来からお話し出ております新スタッフそれから新入団選手補強のポイント、クラブが今後どう強化していくかという3点について簡単にお話を申し上げます。新スタッフにつきましては一昨年、監督を務めて、2位になりました高畑監督が昨年、ヘッドコーチとしてさらに経験を積みながら今年、新監督就任ということで決定をしました。それから新コーチには鬼木君が U18 のコーチから昇格しました。この2人はフロンターレを知り尽くした男です。またフロンターレの礎を築いた男でもあると思います。非常に厳しいシーズンではありますが両名の指導力手腕大いに期待するものであると私は確信しております。ぜひ思う存分力を発揮してもらいたいというふうに思います。他のスタッフについては変更はございません。このスタッフで、今シーズン目標である優勝を確実にすること、そして今までのチームの強化方針であります若手の育成ということに、努力をしていきたいというふうに思っております。続きまして、新入団選手それから補強のポイントを簡単に説明いたします。補強のポイントにつきましては昨年もちょっとお話ししました。基本的な考えとして、各ポジションごとに2名もしくは3名の選手の高いレベルのポジション争いを行うことによって、チーム内の活性化並びに個人のレベル向上を図るというところをベースとしております。そして今年は優勝を目指すチームとして、次の2つの重点ポイントに絞り込みまして、選手補強を進めてまいりました。まず一つは1年間通して安定した力を発揮できるチーム、これを目指すためには攻守の安定感、これが非常に大事であろう。そうするとポジション的に誰が誰だろうか、これからどのポジションでやろうか、ボランチということを我々は考えまして、補強の計画の第一弾、特に守備面でも非常に強く、特に我々のクラブ攻撃的なチームでありますので、
攻撃から守備への切り替え知能、ディフェンス力、この辺を高める必要があろうということで、今年度の重点項目でございます。2つ目はオフェンス面でございます。当クラブの特徴でありますスピード豊かな攻撃サッカー、これを継続しながらさらに得点力を高めるためには、まあ、近年、この場で何回もちょっとお話ししておりますが、サイドアタッカーの補強、これも非常に重要な点であります。まあ、この2つの点を重点ポイントとして今年、主流スカウティングを行いながら次の4名の強化選手を決定したわけでございます。私としてはほぼ満足のいく補強ができたというふうに思っております。新入団選手、簡単に紹介させていただきます。皆様方から向かって左手、高須選手、高須選手はスピード豊かな左利きのストライカーでございます。その次が小林選手、身体能力に優れたストライカー、関東大学リーグの2部得点王、これは3年次に獲得しております。それから次が楠上選手です。皆さん昨年当チームの強化指定選手としてリーグ戦にも出場しておりますのでご存知の通りであります。テクニック、状況判断に優れたミッドフィルターであります。それから小宮山選手、横浜マリノスから新加入でございます。左サイドのスペシャリスト、正確なクロスに大きな期待を私は持っております。この4名、我々はフォワード2名とミッドフィルダー1名、それからディフェンス1名ということで非常にいい補強ができたというふうに思いますし、この4名を含めて、今回、レンタルで、FC 東京から相良君が戻ってきますが、含めて28名、大変重要な2010年の戦いに挑んでまいります。それから3番目に、先ほどクラブの強化の基礎基本という話をいたしましたが、やはり我々のクラブ今後上昇チームを継続するためには若い選手を育ててトップチームへの安定した供給源となる、この体制をさらに継続し安定した結果を残さなければ上昇クラブとして、ならないということを痛感しておりますし、まあ、これが必須の条件であるというふうに考えております。ということでさらにトップチーム、それと下部組織のジョイント、これは選手もそうですが指導者についても下部組織でしっかりと成長しながらトップチームで指導者になれるという人たちの成長を我々はしっかりと見ていかなきゃいけないというふうに思います。これは非常に大事なこれからの施策であろうというふうに思っております。で最後になりますが、今シーズンまた ACL を含めて4つの大会、それから代表選手はワールドカップを含め非常に厳しいスケジュールで1年間戦ってまいります。1月の21日から宮崎キャンプで厳しい1年を乗り切るための体力作りを行い、万全な体制で臨みたいと思っております。今シーズンは高畑監督を中心に人とボールが動く、そして心技体を兼ね備えたチーム、これをさらに目指しながらクラブがもうワンステップ
できるよう努力する所存でございます。今年もまた毎試合毎試合厳しい戦いを、苦しい状況を、皆様の熱い声援ご支援で2010年本当に目標とする結果が残せますよう、皆さんのご支援ご声援をさらにお願い申し上げながら挨拶をさせていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。